右足を左太ももの付け根にこうやってパッとつけていきます。そして右足のこのすねの部分ですね、こっちの方に左足をこうやってつけていただきます。そしてちょっとお尻をねこう突き出す、座るときは突き出す感覚、それで先ほど言った姿勢をとっていただきます。で、感覚としてはお尻に全ての重心をかけるのではなくて、お尻とこの足、両足ですね、両足、この3点で体の体重を支えるような感覚で座ってください。これは足が硬くてどうしようもないという人たちはこの座というのを組んでください。そして今言ったこのね、一つ上げている状態、これを半カフ座と言います。修行道場では基本的に半カフ座かもう一つある結核座しか組み方がございませんが、足硬い方それで大丈夫です。で、もし柔らかい方がおられるのでしたら、こちらの足もこっちに上げてください。これが結核座と言います。結構ね、足しびれると思いますけど、この姿勢の方がちゃんとバランスが取れるんですね。3点しっかりと、片方上がってるだけだったらこう上がってる方が浮いてしまいますよね。片方は上げない方がいい。片方、まあ上げれるのであれば上げてもらったらいいですけども。すごい、ああドクター素晴らしいです。あのね、やっぱり無理はなさらないでくださいね。あの片方でできるのであれば片方でも、片方もしんどいなって思った場合は途中で下ろしていただいても構いません。はい、あの無理なく姿勢を保てるような足の組み方にしてください。だいたい短い時間、最初は15分ぐらい座っていただいて、その次は30分ほど座っていただこうと思います。ですからね、あ、動かないっていうことにならないように、あの楽な姿勢ね、楽に、足は変に無理はしないでください、ね、こうやって足をこうやって組みますよね。これが下半身の姿勢ですね。で、先ほど言いましたようにお腹に力を入れる、そして胸を張る。胸を張るってことはこう肩甲骨を閉じるっていうようなイメージですよね。肩甲骨が閉じるようなイメージ。そして肩は力を入れずにゆっくりと。手なんですけれども、手には血手という組み方があります。右手の甲を左手で握手する、そうですね。で、こっちの親指を中にこういう形で閉じる。そして指と腕、手と手をね、右手左手をこう握り合って、ちょうどこう自分の姿勢でポンと落ち着くところ、そうですね、皆さんそういうやってます。そこにこうやって、これ血手って言います。これ全身における座禅の時はこの姿勢を取ります。もしくは北海上院という院があります。右手下にしまして、左手を上、そして親指と親指をつけて、このようにしたまま座禅に入ります。ただこれはですね、慣れてないと形がこうなってくるんですよ。集中ってね、できてないとね、こんな風になってくるんですよ。これ多分やってみて、あの体験されてもいいですけれども、最初のうちはふわふわしちゃうので、血手でね、こうやってできる限り座っていただく。ですから、もし皆さんが家でちょっと時間空いた時にもやってもいいかなと思われる方は、この血手というもので最初座られることをお勧めいたします。そして次に、まあこれが大体の姿勢ですね。なんかちょっとわからないところとかありますか。ここどうしたらいいですかとかありますかね。大丈夫ですか。では次、はいはい、座ってるときはお腹には力入れますか。あのですね、それを今からお話ししようと思います。いえいえ、次腸速ね、その力入れてると息ってしにくいと思うんですけれども、腸速、息を整えるっていうことを今から教えていきたいなと思います。あ、そうや、一つ忘れましたね。目線、顔の向きはまっすぐです。ただ目の視線は畳の、この畳の幅ありますね、幅半分前ぐらい見てください。半眼って言います。下を見るので顔は前を向いているんですけれども、目は半分閉じている状態になります。これ絶対に閉じないでください。閉じたら 100% 皆さん寝ます。絶対に寝ます。これは私が保証します。この半眼の状態でずっと同じ点を見つめ続ける。絶対に視線を動かさないように心がけてください。それで呼吸ですね、今その姿勢のまま聞いていただいて結構です。禅宗では数息間という呼吸法があります。数息間という呼吸法というのは一体どういうものなのかって言ったら、息を数えるって書くんですけれども、
よく座禅の時に無になりなさい、無になりなさいというふうな話を聞いたことがあると思いますけれども、無になるというのは大変難しいことです。なかなかなれません。そのために何をするかというと、この息遣い、数息観、数息観というのは自分の息の数を数える、それだけを座禅中に心がけるという呼吸法です。イメージとしましては、深く息を吸います。大きく息を吸います。息を吸いましたら、その吸い込んだ息を時間をかけてゆっくり吐き出します。感覚で言いますと、吸うのが1だとしますよね。吐くのは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最低でもこれぐらいで吐き出してください。吸った息を今ぐらいの長さで吐き出してください。吸って吐くで1です。吸って吐くで1です。これを10まで数えてください。そして10まで数え終わると、また1に戻してください。で10数えてください。これ繰り返します。で最初のうちはおそらく皆さん、あれいくつだったっけとか、途中で数わからなくなっちゃうかもしれないです。その時は迷うことなく、また1から数え直してください。これだけを考えて呼吸してもらいます。今申し上げました姿勢と呼吸というものを、皆さんはそれだけです。それだけ守ってもらえればいいです。それだけ守って座禅をしていただきます。で今日はですね、座禅の時というのは今こうやっていろいろ説明してますけれども、いざ始まりますと一切話すことはございません、話さずに音で皆さんに始まりと終わりを告げることをいたします。で、大変申し訳ないんですけど、もう一つこれとね、リンがあるんですけれども、飛行機で持ってくるって割れちゃったんですよね申し訳ないんですけれども、この後始めるときはまずこのタクっていうね、拍子木、火の用心とかによく使ってるような拍子木で2回鳴します。そしたら座禅を始めますという意味ですね。この後座禅をずっとしていく上で、最後1回ですね、最初鈴がないからカチッと鳴らしましたら、皆さん座禅を始めてください。で、始まります。本来その後鈴っていうのを4回鳴らすんですけれども、その間に体を整えてくださいという意味ですけれども、ちょっと今ないのでこれだけでいきますね。で、終わりの時は2回鳴ります。2回鳴ったら、ゆっくり半眼にしている目を開けて体をほぐしてください。その時に足を崩していただいて結構です。いきなり立つのは大変危ないです。結構ね、つったりするんで、痺れてるのがわからないで立とうとしてこけちゃうようなところもありますから、ゆっくり体を整えてこれもらえればよろしいんで、それだけ心がけてやってもらえればと思います。で、今ちょうどこう座ってる形ありますけれども、そうですね、6人ですんで、今奥3人の方、ちょっと足窮屈だと思うんですよね。ちょっともうちょっと両脇広がっていただいて、真ん中は多分動かなくて大丈夫です。で、ちょっと足がこうどこにも当たらないような感じで、そういいですね。で、よろしければこう真ん中来ていただいたら、ちょっと窮屈にならないように、なるべくその自分の目の先ほど言いました畳の半分先がしっかりと見えるような感じで座ってもらえると座りやすいかと思います。大島さんとかもうちょっと前に来てもらって、そうですね、この畳の蹴りの部分ぐらいにお尻が来るぐらいで皆さん座っていただけたらいいんじゃないかな。前にとちょっと座るにあたって、体伸ばしたりとかしてね、一回こうほぐして一番大事な体の重心、左右に振ったり前後に振ったり体をその座っている状態ですると、自分の体重っていうのはどこが一番重心が整っているかっていうのが分かりますので、自分の一番重心のあるところを探してちょっと座る準備をしてください。ちょっとライターも行きたいと思います。
大丈夫大丈夫。はい、で座禅の時は、まあ、皆さん目はさっき言った目線を見てるのに見えないと思いますけれども、線香で時間を計ります。この線香を燃え切るのに1時間以上かかっちゃうんで半分にね折らして使わせてもらいますけれど、修行道場ではだいたい1本30分燃え尽きるのにかかるので、1本を目安で30分ということでやるんですけれども、まずはちょっとねゆっくり座っていただいて、姿勢とかを私も見ながら、初めてですからね皆さん、そういうのを姿勢を直したりしながらとりあえず15分間座っていただきます。では先ほど申し上げましたように、タクが鳴りましたら始まりの合図でございますので、皆さん座禅に集中していただけるとありがたいです。重心とか大丈夫ですか、ね、
して、ゆっくりと、ね、足の姿勢を崩してください。今でだいたいね、足もあのゆっくり伸ばして、急に立たないように。急に立ったら、つりますよ。急に伸ばしたらつりますよ。じわーっと。めっちゃ痺れてる。じんわーりと、そうですね、じんわーりと前に出してください。これちなみに修行道場やったらカチカチって2回になったら、ね、ドクサンって言って禅問答に行くんでね、僧道によっちゃ走らないといけない。猛ダッシュで走らないといけない。お坊さんは僕の未消毒処方にならなさそう。でもね、このね、足のしびれっていうのは慣れですよ。あの体が柔らかくなってくれば、運動においてもサッカー選手とかでもね、柔軟性出てきたら、足パンつっても自分ですって直せるでしょ。それと同じでこれ慣れです。最初しびれてしまうの仕方がないです。生恥ずかしいことじゃなくて、どうぞあの皆さん足前に投げ出してもらって結構です。ね、ちょっと体とかも結構ねこの正しい姿勢って言ってますけれど、皆さん座られて、まあ、今だいたい10分から15分ぐらいの間だと思います。はい、座られて。姿勢ね、窮屈違うってことですか。ちょっと窮屈だと思うんですよ、姿勢が。僕背低くてよかった、ね、全然当たんないです。でね、やっぱりこう座ってる時に私、皆さん姿勢直したりしたと思うんですけれど、こういう胸を張った姿勢ってずっとしてるのって慣れないと窮屈なんですよ。多分ね、体張ったと思うんですよね。なんかこう無理してこうガチガチになって。でも本来はこの姿勢が骨は骨のあるべきところ、肉が落ち着くところは肉の落ち着くところに落ち着く姿勢なんです。ですからこれを毎日やってればこっちの方が普通になってくるんですよ。なんか肩なんですけど力入っちゃってる感じがして、こうなんですかね、背中をここ肩甲骨を広げるようにっていう風に意識してると、はい、広がるんですけど、なんかここにすごい力が入ってる感じ、うん、自分でなんかあの力が入ってると呼吸するときにここが動かないんですよ。ずっとこうなってるんで動けないんです。肩が上がってる感じがして、これを自然にするにはどうして、これはもう本当にね、肩の力抜きたいんだったら、こうやって腕こうやってやるでしょ、はい、ボーンと落ちた時、ボーン、この落ちた時、この落ちた時のまま手をこうやって落ちると、なんかちょっと猫背になってる気がするんですけど、これはね、さっきも言いましたけれども、その、この背筋をしっかりと伸ばして、はい、まあ、よくモデルさんがここから細い糸で吊られているように立ちなさいなんて言われますけど、この姿勢をね、慣れてないうちはね、どっか体がね、ちゃんとなってないんですよ。で私がこうやって直させてもらったのも、皆さん一生懸命座られてるのよくよくわかるんですけれども、知らず知らずに自分の癖が出てるという歩く癖だったりとかね、普段仕事されてる方、皆さんパソコン使われること当然多いと思いますね。パソコンされてる時の皆さんの姿勢っていうのはこういう姿勢なんですよ。こういう姿勢なんですよ、ね、携帯いじられてる時の姿勢ってどういう姿勢ですか。こうなんですよ。下見ますよね。こうやって携帯見る人いないですよね。こうなりますよね。こうなったら自然とこうやってほら、こうなりますよね。こうやって背筋伸ばそうと思っても、普段こうしてると肩がなんかね、内に入ってるでしょ。普段こうやってると内に入ってるでしょ。こうやって姿勢伸ばすとね、肩がいつもよりこう張るんでね、なんか自分はもともとしてる姿勢はこっちなんで、それを修正しようと思うと肩に力がどんどん入っていっちゃうんですよ。この時に私なんか一番最初皆さんやったらいいのはこうかな。こう手をこうブラーンとしていただいて、だらーんと、よくなんか座ってる状態の人形みたいなイメージしてください。もう肩ってビローンなってます。首バナナしちゃダメですけどね、座禅中に。手だけバナナしていただいて、そのまま手をこうやって組んで、姿勢は脊梁骨を直視、ね、脊梁骨を立てる、我々は脊梁骨を直視っていうんですけれども、こういうふうにして座れば背筋は綺麗な二の字になってますからね、 S 字になってますから大変綺麗な姿勢だと思います。これ正座の時もこうやってね座る、こうするだけでどこかねちょっと頭の先っちょをこうつられてるようなイメージですよね。上体のイメージっていうのはこうです。
比較的皆さん、私もちょっとこう背中を押したり頭をこう上げたりとかしましたけれども、比較的姿勢は綺麗だと思います。初めてにしては皆さんすごい整った姿勢を取られていると思います。ただこれが今15分だったからなんですよね。10分15分ぐらいです。この1000個の半分なんでね、これ時間経ってくるとどうしても崩れるんですよ。長い時間やると30分やるとね、最初めっちゃ座ってます。次はねちょっとその30分ぐらい座ると思いますので、別にちょっと座ってる方とかね、足こうやって動かしていただいて、足首ぐるぐる回していただいてね、血流を良くしてください。この姿勢っていうのは本当に血流がね悪いんですよ。滞るところがあるんですよ、足首とかね。だからつったりするんですけれど、今回はね計策ってもうないですけれども、ペシペシってやるやつありますよね、座禅の時に。ペシペシ、皆さんよく言われるんですよ、ペシペシしてくださいって。計策って言うんですよね計策っていうものは、あれそもそも何であるかって言ったら、カツを入れるみたいに皆さん思われてると思うんですよね。しっかりせー、バシーみたいな、まあそれも一つの意味合いとしてあります。ただあれが計策っていうのは一体何なのか、罰を与える棒じゃないんです。我々全身の中ではあの棒は文殊菩薩様のお手手やと思ってます。だから計策っていうのは、修行道場で座禅をするところには絶対文殊菩薩さんがね祀られてるんですけれども、その横にかけられてあります、文殊菩薩様のお手であると。それを我々は拝借して、皆さんに頑張りなさいよと、トントンと肩をね叩いて、叱咤激励の身でこうトントンってやるんです。だからあんなバカみたいにバシ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 、ほんま打つもんじゃないですよね。皆さんの時も痛くはないですよ、多分皆さんがやれたら。座禅会の時も私も痛く叩きますけど、修行道場でやったらこれフルスイングですよ。フルスイングでもう憎たらしいぐらいに叩かれますよ。本来はそういうもんじゃない。あれは文殊菩薩様の御手を借りて、そういう風に頑張ってる人たちを叱咤激励する。あと今言いましたように足がしびれたりしますよね。大変苦しい姿勢をとってるんです。でそういうのでね、どうしてもこう座ってると一生懸命頑張ってるんですけれども、体がこわばってしまって、まあ支障をきたしてる。そういう運水っていうのはこう回ってる、計策を持って回ってる人間はそういうのをチェックしてるんです。でそういうのがいると彼らの前に行って計策を入れてあげるんです。体を上体をこうやって倒してね、こういうところにここに打ってもらうわけですけれども、体のその動かすことによって血流を良くして、また新しい気持ちで修行を座禅をできるためにあれを打つものなんです。ですから、まあ、そういう意味合いで計測ってあるんですけれども、だからもう今日はね、この間の時間、ちょっと十分に体を動かしていただいて、なんかちょっとひねったとこないかななんて思いながら、こう腰とかでもこうやったり、足ちょっと歩いてみたりね、してもらっていいです。ちょっとゆっくりしてもらって。目線なんですけど、はい、だんだんどこ見てるか分からない。そうですね。おやー、一点見てるつもりなんだけど、目閉じてるのかな、なんかそんな感じになる。あのね、その目線っていうのが、それが一番ミソなんですよ。一番最初見失いがちなんですよね。で見失ってる時の皆さんの動きってどういうのかお教えしましょうか。見失ってる時の皆さんこうなってるんです。心地よい、心地よく感じるっていうのは素晴らしいと思ってます。ただ目線を集中しようと、それに集中しすぎたら今度呼吸忘れると思う。じゃあ足ちゃんと組めてるかなと思った時に、呼吸法ってちゃんと数えれてました。いろいろなこと考えてて、呼吸法って一瞬にして数えられてたんだよ、ね、意外と数層感、なんだかんだ数えるだけで簡単なこと言いやがったこの坊主と思ったと思いますけど、意外と難しいんですよね。目線っていうのも正さないといけない。やっぱり今それは最初初めてやられた、一番最初から絶対できるなんて人はまずいませんよ。多分ね、一番最初からできる人っていないんじゃないですか。多分お釈迦さんも瞑想するのかって結構ね時間かかったと思いますから、一発でできようとは思わなくて結構です。あー、なんかずれてるな、違うなと思ったら正すようにしてください。呼吸法と一緒ですよね。1から10まで数えるのが途中で数えられなくなったって言ったら、1から数え直したらいいんです。目線がなんかこうやって、さっき言われてたのってこの畳半分の前だったよな、でもあれ今前見てるなって思ったら直してください。手をこうやってやってる時に、例えば私はずっとしっかりこう、まあ、握れますけれども、皆さん見てるとはっされてる方もたまにいます。でこうやってはっなるの結構です。最初のうちはそれはずっとこれ完璧できるわけないですから、なかなかこれがこんだけ動くんですよ。北海道にこんなになりますよ。
ちゃんとね、まあ、ちょっとずれてるなと思ったら自分で直してもらって結構です。その時にちょっとね、それは本来のちゃんと極めた座禅と違いますけれども、しっかりと間違えて自分で直す、それはしてもらって結構です。ただ声を出さないね、もっと大切なのは周りを見ない。座禅というのは自分と向き合うものです。自分としっかり向き合うためにいろいろ自分が歪んでるなとか思うことは直していただいて結構です。ただしっかりと周りのことは気にせず、ただ自分のために座る、そういうふうに心がけて、ただ座禅の時は水槽感だけ、それだけイメージしてもう一回ちょっと長めに座りましょう。はい、大丈夫ですかね、足ね、皆さん。じゃあ、考えちゃいけないんですか。考えるとか、そうですね、とりあえず1、2、3って、そうです、数を数えることだけ考えてください。数を数えなことは考えない、ね、で、あれ、ちょっと分かんなくなっちゃって、ええ、1って吸って、それを1とカウントする。吸って吐き切る。吐き切ったら1です。で、また次の呼吸が始まって吐き切ったら2です。吸って吐く1、吸って吐く2、吸って吐く3で10枚数えてください。そういう感じで数えてもらいます。この15分間だけですけれども、静かだって以上に多分皆さんね、音とかそういったものに敏感になっておられると。私も途中ちょっと口キューってなったんですけど、そういう音とかにもすごい敏感になってくると思います。これも、まあ、一つの座禅する上で気づいてくることだと思いますけれども、これすら考えないぐらい数を数えること、息を数えることに集中して、次はゆっくり座ってみてください。はい、すいません、僕ちょっとリタイアしていいですか。あ、はいはいはい、ちょっと左足がちょっと弱くて、それでしたら、例えば下でね、椅子ありますけど、はい、椅子のところで、まあ、鳴ってる間同じようなことをとってもいいですし、ここで、まあ、座りやすい姿勢でやっていただいても結構です。はい、スキーで事故って、ああ、それはもう無理しちゃダメです。そういうのはね、もう、はい、ぜひ言ってください。足が悪い時に無理やりこの姿勢を取ると体も悪いですから。椅子点っていうのもあります。椅子の上に座って普通の姿勢で取る、その姿勢でやるっていうのもありますから、無理はなさらない、はい、大丈夫です。で、皆さんはじゃあ今まで通りのやり方でやっていこうと思います。で、足ですけど、例えば片方こうやって上げてて、きつかったなって思う人はもうどうぞ、最初に言ったザーの組み方ね、ザー、足をペタンペタンと折り込むようなやり方にしていただいて結構です。無理のない姿勢で、ね、僕は下の方で椅子で参加します。どうぞどうぞ。気をつけてください。背が大きいと大変ですね。よかった、おいちっやっぱりいろいろ雑念というものが出てくるものですけれども、なるべく考えないように静かに座ることで、はい、では皆さん姿勢をとってください。座られるときは背筋だけ伸ばすように椅子の上で考えてもらえればいいです。背は背筋のような形で、またちょっと下も回ったり、皆さんも回りますので、はい、ですね。結構猫背ですね。猫背ですか。胸を張るような意味で、女性はちょっと嫌かもしれないですけど、お腹ポッコリするのも見えるの嫌だと思うかもしれない。ほっこりさせるぐらいの気持ちでお腹にしっかり力を、息を入れる、力むというかね、力むような感じで力を入れていただいて、そして胸を張る。背筋大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です、はい。で、頭のちょうどつむじの部分ですかね、まあ、こういったところですね。そこから先ほど申し上げましたように、モデルさんの歩くときと同じようにこうピューと一本の糸で吊られているような感覚、その感覚を忘れないようにして、手を組んでね、体の重心取れてるかなと。私もよくやりますけど、こう左右に振ったり前後に振ったりして、一番体重がしっかり乗ってるとこだなって一点が絶対あります。その一点を取られたら、その一点に止まって、肩に力を入れないで、はい、ゆっくり座禅の姿勢に入っていってください。
Thank you.
はい、皆さん目を開けてください。ゆっくりね、足をラブにしてもらって。はい、ゆっくりする。ゆっくりラブにしてください。無理にそんなすぐ立たない方がいいです。もし足大丈夫でしたら、ちょっと足崩してもらって、上どうぞ。今目開けていただいてふっと見たとき自分の手どうでした？ね、何名かこんな感じしっかり握ってもらいました。でもいかにね、この単純なことですよ、ちょっとのことですよ。姿勢をこうやって正して手をしっかりと血腫握って、で顔の向きはまっすぐ目線はしただけ。多分皆さんが普段されているお仕事にもすごい簡単なことしかやってないと思います。いろいろな手続きありますよね、仕事において。いろんな書類作らなきゃいけないと、これしなきゃ、これをやって、これをこうやって、これをこうやって、こうやって、すごいいろんな難しいことがあるのを皆さんされてますけど、意外とこういった簡単なことはなかなかずっとできていない。まあ、ちょっとこれはこれで皆さん面白いなと思うと思うんですよ、自分自身で。できるはずやねんけどな。だからまあ皆さんが初めてスポーツやった時みたいなもんでしょうね。初めて野球やって多分打てるやろって、打てへんなみたいなもんと一緒やと思う。まあこれは皆さんなんでできてないかっていうのは、あ、俺ダメだなと思わなくて結構です。当たり前です。誰でも一番最初やったもの、一番最初からできるものじゃない、何回も言ってますけど、そういった何か手が動いてるな、足中が曲がってるな、なんかこうよく後ろから防災に直されるな、なんかめっちゃやってるつもりないけどな、何回顔こうやって触られるんやろな、思うかもしれないですけれども、あのちょっとの時間の間に動いているんです。これはもうずっとやっていくことによって身につけるしかないです。で、まあ率直にね、伺いたいんですけれど、どうでした？座禅してみて、今30分も経ってないです。およそ多分20分ぐらいだと思います。最後の5分結構きつかったです。足が痺れてきて、痺れてきた、はい、どうでした？最後の分なんかスポーツやってるようなちょっと疲労にも似たような何かが襲ってきました。ただなんかこう仕事で集中し始める瞬間って自分分かるんですけど、はいはい、その10数える作業がその導入にすごい似てる感じがしたんです、ね。はい、なるほど。普段の仕事の集中される時と、入っていく瞬間ですね、はいはいはい。ただ仕事だとその乗ってくるんで仕事は引っ張っててくれる感があるんですけ ど、自分でこれ集中力を維持しなきゃいけないじゃないですか、20まで続かないんですよ10までいってまた数えてっていうのはなかなか、そうそう、10でこれでなんか仕事のこの集中力を維持するには、はい、なんかものすごい力が多分これいるんだろうなっていう。あ、率直に何もない状況から作るっていうのは、自分の仕事とちょっと比較してみたりして、こうそういう考えが、そうそうです。ゾーンに入る状態と、このメディテーションというかこの座禅って近いんじゃないのかなっていう期待で来てたんですけど、はい、今回、はいはい、ちょっと違うもんだなと。どうなんですか、こう入る時に自分コントロールするのがいいのかなっていう、なるほど、感じがしました。どうですか？もうなんかいろいろ考えてる雑念があるんだなって。おお、最後の方とかもう、あれまた1回目や、あれまた1回目あれいい金なんだよ、一つ、一つそういうことで集中力続くでも最初の方で集中した時は11時なら12回行かなくていいわ。おお、結構なって、長いこと数えるって、そしたらあ、もう無駄があるんだなっていうのをよく気づきました。なるほど、どうですか？安らぎました。おお、半目というか、あの状態は心地よい。おお、なるほど。逆になんかイメージが湧いてきてしまって、それを止めるのが大変。おお、うん、いろんな想像力を巡らせれるような状態に、瞑想してる感じが。おお、まさにメディテーション。メディテーションよくないんじゃないかな。何も考えちゃいけないような面白かったですね。そうだったです。いかがですか？途中でそのことよくなっどうしたらいいんだろうって、そういう感覚が出てきた時に、その感覚をどうやって戻し、書いちゃいけないって、どうしたらいい、
こう集中したらまた、はい、だから何か書きました、ね、何かね、私背中が痒いとは思わなかったんですけれど、どっかなんか不具合あるなって思ってたんですよ。徐々にね、足がね、前に出ていってで、こう体がね、後ろにのけぞってきてるんですよ。あ、そういう痒い、なんか、あ、そういう時ってね、足痛いのかなとか、どっかなんか難しいのかな、なんかどっかちょっとあの変になってきてるのかな、なんか不安になってきてるのかな。あ、まだ痒いてるとは思わなかったそれが痒いとは思わなかったんですけど、なんかちょっとそういうのってね、体見てると出てくるんですよね。で、痒さと、あとなんかやってるうちになんか思うことってありました、座禅してる時。そのさっきの雑念みたいなのがポコポコとポコポコポコっていうのが出てきて、そう集中したいなっていう気持ちになります、はい、ああ、ほわっと出てきていかんいかんと思って落ち着ける、うん、ああ、なるほど。僕もリラックスできました。おお、リラックスできました。会社前と比べるとなんか呼吸が深くなったような。ああ、なるほど、呼吸が深くなった。はい、で確かにやってる最中は雑念たくさんあったんですけど、はい、数字に戻しつつ、あのちょっと湧いてきたのをまた押さえて数字、はい、なるほど。もうこれだけちょっと葬式が走馬灯のように戻ってきた、はい、葬式の風景。なるほど。いやね、今私聞いたんですけれど、これ聞いた中でもこれだけ人間って考えてることってあるんですよね。考えるなって言われた。考えるなっていうのはそもそも難しいんですよ。無になれっていうのは難しいんですよ。そもそも無って何ですかって話です。で、そもそも今皆さんがされている座禅がある禅とは何ですかって話なんですよ。私あえて言いませんでした、禅ってどういうものなのか、ね、皆さんそれぞれ禅に対するイメージっていうのがあると思うんですけど、どうですか、禅って何だと思います。禅です、心を整えるっていうイメージ。心を整えるというイメージ。禅ってどうですか。自分と向き合う。自分と向き合うは素晴らしい。セルフコントロール。セルフコントロール、自分で整えるってことですよね。自分でコントロールする。ね、まあ禅っていうものを説明するときに私がねよくするんですけど、これが禅なんですよ。これが禅なんですよ。こうやって私が目を合わせてってやった時にこう受けるでしょ、人間って。こうやってってやった時にこういう人っていない。これが禅なんですよ。一番簡単な言い方で言うと、道端で例えば目の前で人、おばあちゃんこうやってペッて倒れたりするじゃないですか。なります。結構なる人いるんですけどね、今の世の中倒れてもさすりますけど、悪いですけどこの人禅がないんですよ。もし禅というものを持ってる人がいたら、たとえ自分が医学とかそんなことわからなくても大丈夫ですか、ね、横になりましょう、ね、大丈夫ですか、救急車呼びましょう、救急車呼びましょう、誰か助けてくださいと、救急車呼びましょう。禅がある人なんですよ。禅っていうのは今おっしゃいましたけど、禅の心、心を整えるって言いましたけど、禅の心、禅イコール心なんです。人間の心、心がある人は行動する人なんです。何かしらかの行動をする。で、その行動には何も何々だからこうやらないといけないっていう思いを持って行動するんじゃないんです。気づいたら体が動いてるんです。気づいたら挨拶してますよね。知ってる人、あ、おはようございます、あ、あの人は僕の友達の何々さんだ、挨拶しよう、おはようございます。人いないですよね。こんなこと考えながら挨拶する人いますか。いないですよね。あ、美味しそうなご飯があるぞ、よし、俺はこれを今から一生懸命食べるんだ、食べてる食べてるって人いますか。家でご飯が出てきたらいただきます、無意識のうちにいただきますして、日本人だったんですよ。ご飯をこうやって食べてる時に、僕はこれを食べることによって今日エネルギーを生み出して、これのおかげで仕事ができるんだと思いながら食べてる人います。
食べてるんですよ。自然に食べてるんです。体が勝手に動いてるんですよね。泣いてる子供さんいたら、どうしたどうしたってこうやって言いますよね。どうしたね、大丈夫かって。あ、泣いている、何か悲しいことがあったんだろうか、よし俺が聞いてやろう、どうしたっていう人いないですよね。そんなバカなやついないですよね。もう気がついたら悲しそうにしてるから助けてあげようと。嬉しそうにしてたら、なんで嬉しいんだろうとか、私は今なんで嬉しいんだろうと思いながら笑いますか。気づいたら笑ってますよね。面白いことはそこにあったかもしれないけど、気づいたら笑ってますよね。今やったような投げたものをパッと受けるのも気づいたら受けてますよね。あの人今投げたぞ、受けようと思ってないですよね。よし受けるぞ、さあ来いみたいな、いないですよね。そんなやついたらちょっと僕友達になれないんですけどね。でも実際皆さんそうやって知らず知らずの間に気づいたら体が動いてるってことがあるんですよ。これが禅なんです。そして皆さんの仕事におけるものの中でも当然あるんですよね。昨日皆さんいろいろ話されて、私もなるほどなるほど、共感する共感する、分かる分かると思うこといっぱいありました。文化の違いで悩んでる、日本人だったら時間守るぞと、遅れてきたらすいません本当に申し訳ないですって、これはそういうのが当たり前になってる文化だからですよね。こちらの人はまあそういうところ緩いっていうの、まあ、仕方ないなと思える心があるんだけれど、どっか行っている、どっかだから心の中でなんか違うなと思ってるけど口に出さない。でもそうしないと伝わらないんですよね。こっちで生活していて当たり前に体動いてることありますけど、そうするのが皆さん当たり前、できない人は当たり前じゃない、ちょっとおかしいと思ってますけど、それは伝えないとわからないんですよね。今みたいに簡単なものを投げて受けるっていうのは誰でもできると思いますよ。例えば皆さんが日本でやってるように食事が出てきていただきますっていうのは、これは仏教国の人しかやらないですよね。いただきますってこと、キリスト教の人はこうやるでしょうけど、無宗教の方も来たらパッと食べますよね。でもこれ異常ですか、来たらパッと食べる人がいる。私異常やと思わないんですよ。だってその人はこういうこと知らないですよ。何してんだとこれ。食材に感謝。一つ一つ、この一つに神さんいる。バカいんじゃないよって思いますよ。そういう人からしたらこれは当然じゃないんですよね。だから自分たちの当然っていうものを他人は違うっていうのも受け入れる。そういう心も禅の心なんですね。禅なんです。禅の心禅なんです。ですから禅っていうものはすごい難しそうに思いますよね。皆さん根本的なこと、とても簡単なことなんです。皆さんが日々日常を送ってる時に知らず知らず気づいてやってることなんです。だから禅って皆さんとすごい親しいものなんですよ。そもそも宗教ってもう考えてください。なんで宗教っても生まれた、で素晴らしい宗教っていうのがあるんだったら一つだけになってるんじゃないかって皆さん思いますよね。こんだけ宗教いっぱいあるんですよ。宗教っていうのがなんでこんだけいっぱいあるかっていうのは、お互い認め合ってる、お互いのお互いを認め合ってるからいろんな宗教が出てくるんですよ。もともとセム族っていうのが作り出したユダヤ教、キリスト教、イスラム教、これ全部同じ民族ですよ作ってる。いがみ合ってますよね。おかしいですよね。仏教でもそうです。日本の仏教、大乗仏教、小乗仏教って言いますよね。これ大乗仏教側が作った言葉なんです。小乗仏教、インドの仏教、仏さんね、修行僧、自分が修行してる、その修行してる仏門に帰依した私しか仏になれない、成仏できないと、他の人はなれない。それを見た我々が小さい乗り物だなと、救われる人が乗れる船が小さいなと、そんな言い方で小乗仏教と名前がついたんです。今は上座仏教と言われますけどね。それでもその仏教、大乗仏教で救われる人は当然大勢いる、小乗仏教で救われる人も大勢いる。国が違ったら、タイなんて言ったら小乗仏教国ですよ。皆さん幸せですよ、そういうふうに思われている方は。大乗仏教は僕たちは皆さん仏になれるんですよ。いや別に私仏になれなくていいです。私は次の来世でしっかりと転生して素晴らしい心を持つために、今は仏門に帰依しているんですから、何もそんなこと思いません。ブータンの国なんて言ったらそうおっしゃる方が大勢おられます。宗教っていうのは押し売りしちゃいけないんですよね。いろんな宗教がある。でもじゃあなんでいがみ合うかって言ったら、権利主張を言い出す上の人間がいるからなんですよね。私なんでこんな話にどん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 流れていってるかっていうと、皆
皆さんの生きている上で起こっていることと一緒なんですよね。自分はそもそもこういうことをやりたかったんだと思っていることに対して、例えば国の政策があったら、これはやったら叩かれるなとか、じゃあちょっとやめとこうとか、でも信念を曲げないぞと思いながら、でもいつしかそういったことをやってると自分を見失う時が来るんですよね。果たしてやってること、これ僕が最初からやりたかったことかなと、ちゃんとできてるかなと。宗教も同じで、こうなんです、こうなんですってやっていった結果、いろいろな間違いを犯してきたんですよね。そもそもの根本って何なんだろうって考え直した時に、全然違うことやってるなって。もっと簡単なこれだけをやればいいことなのに、いろんな余計なものがついてきてるなって気づくわけですよ。その時が我々禅宗の時の出番です。禅って何ですか？心ですよ。当たり前のことですよ。それだけ思い出してください。いっぱいすら生きてきゃね、赤ってものがついてくるんですよ、ね、経験、いいことですよ。経験、いろんな経験される、でいろんな間違いされる、いいことですよ。でいろんな腹立つことを自分経験する、悲しいこと、いろんなこと経験しますよ。もうね、これをどのように捉えていくかですよね。俺は昔こういうことしたんやと、お前できてないやろと、お前もそれをやれ、まあ、合ってることもあると思いますよ。でもね、あなたのやり方とその今起こっている相手のやり方っていうのは、性格も違えば人も違う、自分と同じ性格なんて誰一人もいない。自分のことを押し付ける、この時点でこれも間違いなんですよね。自分がやってきた経験があるんだったら、その経験で出会ってきた人もいるはずなんですよ。自分と真逆の人だなって思う人とでも仲良くなってる人って多分いると思うんです。これすごい気まじめやけど、こういうなんかビチッと公務員タイプの人と俺なんで今思ったら親友なってんやろって、全然違うんやったら分かり合えへんやろなって、今俺いる後輩とかでもこいつほんまに毎回同じことやつやがってと思いながら、イライラしながら怒ってるようなタイプの人間がなんで俺友達いるんだろうな。人それぞれ違うけれども、あ、この人と自分がこれ今後一緒に生きていきたいなと思う人に対してだったら、その人に理解してもらおうと思うから、頭ごなしのものは言わないですよね。実はこうこうこうやからこうじゃないかなと、僕だったらこうするんやけどな、このことに関してはおかしいと思わないか、優しくなってきますね。人って優しいというか、ちゃんと理解してもらおうと思って一生懸命説明しますよね。でもそういうことを怠っていっていくと、どん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 自分の経験であったりとかそういったものは赤となって、自分を縛っていく、見えなくなってくるんです。ですから皆さんに座禅していただき、していただいて、もし続けられる方が思っていただきたいのは、この座禅をするときにはすべて自分の中にある赤を落とすような気持ちで座ってください。数を数えるだけですけれども、余計なことを思わない思わない思わないというと思っちゃいますから、座禅するときぐらいは仕事忘れます。もうスケジュールとか忘れてください。難しいかもしれないですけど、最初難しいかもしれない。まあある意味なんていうんですかね、ニュアンスとしては全然内容は違いますよ。飲みに行くときに仕事の話しないでしょ皆さん。ただ楽しく友達と飲みたいとき、仕事の話したら なんか鬱陶しくなりませんか。もう幼馴染と会うような時ですよ。最後から飲みに行こうというときに、わーってみんな楽しく、わ久しぶりやな、まあ同窓会みたいな感じで思ってると、あ久しぶりやな、久しぶりに会えてよかったわ、最近どうしてんの、いやー俺さ仕事辞めようと思ってんだよ、えってなりますね。そんな話したらもう周りの空気悪くなるな。どんなことお前最近も女できたんだとか言って、いやもう仕事はさあんた配達し、楽しみに来てるんでこんなことしないですよ。だからもし座禅をこれからも続けようと思うときは、座禅するときはもうただ単に今言った姿勢を整えて、呼吸を整える、そして数を数えるだけのその時間を楽しんでください。それが大事なんです。でそういうふうにそれだけのことを考えて余分なものをそぎ落とすっていう行為が、よくマインドフルネスとかでは仕事に業績に現れるなんていうような言い方をするんです。全集大成はないですけどね、物は一緒ですよ。私から言わしたら別にマインドフルネスってものを私は否定することはありません。それは一つの考え方だろうなと思います。
実際にヨーロッパの貴族っていうのを瞑想してました。その理由っていうのは、瞑想することによっていろんなことをしがらみから解放されて、考えることによって自分がやってる漁師としての才能で悪いところとか気づく、そういう面もあるんですよ。だから物としては同じです。ただ捉え方が違うんですね。結果ありきの座禅じゃないです。結果ありきのマインドフルネス。ただ禅では、ね、結果があるかどうか分かりませんよ。ただこれを続けることによって得れるってものは安心って言ってね、安心って言いますけど、我々安心って仏教では言うんですけどね、心の安らぎを手に入れることができますよ。仕事に生かせるとは私よう言い切れないです、うん、利益を上げるために座禅をするべきです、言えないですね。利益上げれないですもん、絶対上げれる人もいるかもしれませんけど、考え方次第なんで、捉え方次第なんで。ただ座禅をすることによって皆さんも多少気づかれてると思いますけど、言えるってことは、いらないものを削ぎ落とすって行動ができるようになって、普段と見方が変わってくる。それはあると思います、続けていけば。仕事と同じですよね。仕事かって新人の時に見ている景色と、だいぶ2年3年経って見る景色って違ってきますよね。学生でもそうですよね。小学生の時の目線と中学生の時の目線と高校生の時の目線って違いますよね。それと同じです。だん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 、いつその段階を超えるか分からないです。個人差は一緒、個人差がありますから。でもだん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 座禅というものが分かるようになってきたら、それなりの見方っていうのが出てきます。だから座禅っていうのは1回ではね、今日やりましたけれども、そして短い時間でしたけれども、1回では分からないんです。皆さんの生活のようなものと同じです。仕事と同じです。体験学習みたいなので言ったからって全部分かるわけないですよね。うん、難しいから分からないんだっていう意味じゃないですよ。何回もしないと分からない。今まで皆さんがやってるような生活でやってる当たり前のことを息をすることとかでも毎日続けてるから何なく普通に分かるわけなんですよ。座禅も同じです。毎日する、そういうふうに思えれば、毎日してったらそれは見えてくるものは、まあ人それぞれ、絶対こうなるっていうのはないですけど、皆さんそれぞれ個人差ってもあります。そういうもんなんですね、座禅。だから皆さんの生活と同じです。生活の中に座禅を取り入れていこうかなと思う人は、どうぞ自由に取り入れて、これはいかんなと、あ、これは合わんなって思う人は、どうぞ座禅はされなくて結構です。無理にするもんじゃないですから。座禅というものをしたいなと思った人は、今後もね、またこれ家でもできることなんですね。だって皆さん使われてるのって座布団だけだったりとか、足痛い時はね、座られたりだけど、何も道具いらないんですよ。うん、あの線香とかも時間を知るためにやってるわけで、自分がもう寝る前の時間とかに、まあテレビつけてこうぼーっとする時間があるんだったら、何もちゃんと見るわけでもなく、そういう時間があるんだったら暇な時間じゃないですか。そういう時間、そういう時間ちょっと椅子に座って背筋を整えて、呼吸を整えて、静かにさ、ふーっと気づいた時に時計見たら、おー20分経ってんのか、おー結構座れたな、寝よう。これ寝てみてください。これ一つ言うのは変な話、すごいゆっくり寝ます。短い睡眠であったとしてもすごいスッキリします。何にもこうね、寝ようと思っちゃうじゃないですか。もう、ああ今日も仕事忙しかったな、ああもうでも明日ちゃんと寝ようって思って起きたら、なんかもう、うわーもう朝かーみたいな感じで起きることってよくありません？あります。5時間寝たはずだけど、じゃあって思いながら起きることってありますよね。寝る前にそうやって心落ち着かして寝たら、次の日ね、まあそれよりかはるかに爽快に起きれますよ。最初のうちはそこまで感じないかもしれない。ずっと続けていってみてください。座禅って考えるわけでもないでいいですよ。ちょっと集中するっていうかね、心を整える、それこそ心を整えようと、ちょっとゆっくりしようと思う時間を一日絶対作れるんです。どんな忙しい人でも作れるんですよ。あの人忙しい人だな、絶対あの人作れへんなと思う人も絶対作れます。その時間作ってから寝てみてください。体整えて、心を整えてから余裕を持って寝てください。起きた時ね、すごいね、爽快ですよ。もう最初はそんな気持ちでやってもらうのが一番いいかなと思います。実際まあ
家帰って今日ね、あのいろいろ仕事あられると思いますけれど、仕事終わった後家帰ってもう寝るだけだった時に、まあ嘘やろうと思っても一回やってみてください。そういう効果は適面に出てくると思います。人間余計なこと考えてるからしんどいんです。座禅するとそういうことも忘れよう忘れようと思った状態だったら絶対に心は落ち着く、リラックスする、そういうもんです。別に足組まなくていいですよ、椅子の上でもいいですよ。なんだったらベッドに寝転んでる状態でずっと音声で息だけしててもいいですよ。寝るわけでもないですよ。もしかしたらこのまま寝てたらスーッと寝れるかもしれないです。座禅しようしようと思う、息整えようと今日言われたみたいに息整えとこうと。目閉じてますからね、今日みたいな考えじゃないですから。気づいたら寝てますよ。そういう時間ね、ゆとりを持つ時間っていうのを作るってことによってまた新しいものが見えてくると思います。いろいろとわからないことありますけど、これがまあ座禅なんですね、うん、そして禅の教えっていうのは、まあ私がいろいろべちゃ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 話しましたけど、人間の根本的なことなんです。宗教って全部そうです。禅宗はそうだっていうわけじゃないです。仏教であり、キリスト教の人でもあり、イスラム教の人、儒教の人、道教の人、ね、ヒンドゥー教の人、バラモン教の人、まして新興宗教を信奉されている方々、宗教の起こりっていうのはもともとはそうなんですよ。根本を、人間の根本って何なんだ、どんな人種があっても心底にあるベーシックなものは絶対人間それぞれ同じなんですよね。その同じものに対して正しいこと、ね、この誰にも変わらないものっていうものを見つめ続けるのが宗教。ベトナムの人は時間ルーズだとか、ね、日本人は時間に守るんだとか、まあ、言ったら、まあ、ブラジルの人も結構ルーズだったりするとかね、いろいろありますけど、そんなの抜きにしてもやっぱり人ってのありますよね。人なんだってみんなが認識する、相手も人だな、そう思うところっていうのは誰として変わらないですから、そういうのを見つめ続けていく、うん、それもやっぱり私は人と人とがつながっていくのに大切なことだと思いますし、どんな仕事してても相手は人ですから、ね、人対功労とかないですよね。職人であっても人対功労ではないですよね。これを作って、これを持ってもらう人たちの顔を考えて作りますよね。兵士さんもそうですよね。なんで兵士さんやむかって言ったら、自分が銃口向けてる先の人が撃たれて死んだって、そのことを知らず知らず溜めていくから辛くなってますよ。決して人のことを思ってない人なんていないんですよ。殺したくないわけですよ。それでなんてことです。人対人ですよね。人がやってることってのは、一人でやれることなんてのは、あのね、クソするぐらいですよ。足挿入って言うんですけどね、食ってしょんべん出す、大便出すぐらいですよ。歩くとかぐらいですよ。何か自分が生きていこうと思ったら誰かに頼ってきていかなきゃいけない。そのことだけを根本、これ変わらないことですから、これが一番大事なことなの。これ絶対変わらないです。どこの宗教でも同じこと言ってます。違う宗教があるんだったら探してきてください、うん、絶対ないと思います。人対人です。それを心に持って生きていく。そして時間があったら心のゆとりを得るためにも皆さんは座禅をする、もしくは他の方法でもいいですよ。ヨガでも何でもいいですよ。好きなことをするでもいいですよ。やることによって心を豊かにしてください。自分の心を豊かにする。そうすればおのずと今仕事でね悩んでることとかあったとしても解決策というのが見えてきます。心にゆとりがないとわからないことであります。落ち着いてみたら、ああやっちゃったなって思うことって今までありましたよね。もうしょうもないことでもいいですよ。あんな言い方せんでもよかったなって、謝った方がいいなって思えるようなことってありますよね。そういう気づき、悟りっていうのは我々気づきって言います。悟ることは気づくことね、ちっちゃい気づきを皆さん積み上げていって、いつか大きい気づきを持ってもらう。そうすれば絶対ね、人は人をちゃんと見てますから、あ立派だなと言われるようになりますよ。仏教において、禅宗においてよく言う
悟りは仏しか開けへんっていうのはそんなことはないって禅宗で言ってるんですよ、ね、松下幸之助さんとかあの人すごい人ですね。覚者って言われますよね。覚醒した人ってよく言われますよね。覚者って、覚者っていうのはその小さい気づきを積み上げていくことによって大きい真理にたどり着いた人のことを覚者って、仏教ではそれを悟りを開かれた人って言うんです。だから皆さんでも悟りは絶対に開けるんです。日々気づくことを怠らなければ絶対に誰しもが覚者になれるんです、ね、何も特別なことじゃない。あぐらかくわけじゃないですよ。誰でもできるんだってあぐらかくわけじゃないですよ。バカみたいなことでも真摯に向き合うことによっていろんな気づきがそれを積み上げていく、これが徳を積むってことになります。ね、いろいろ言いましたけど、私言ったことなんか難しそうな言葉使ってるけど簡単なことでしょ。言われてきたことあるなって ことばっかりでしょ。ちっちゃい時親に言われたなっていうようなこともいっぱいあると思います。もう本当に単純なことなんです。根本なんです。根本を突き詰めて日々を生きていく、それを大事にしてください。国が違えど大丈夫です。誰でも見てます。ちゃんとやってる人のこと見てます。認めたくない人とかもいると思いますよ。くそあいつまいこと言いやがって、どうにもならくそと思ってずっと恨み持ってる悲しい人もいますよ。そんなもんにとらわれなくなりますね。人間として強いです。そういう人は本当にそこまで生きれる人は相手も何もできなくなっちゃいます。隙があります。小さいことを積み重ねていってください。そうしたら絶対大きい真理にぶち当たりますから。その時にしか得られない感動っていうのがあると思います。これを私伝えようがありません。皆さんそれぞれ違いますから。もう人によっては稲妻が落ちたとかね、いやバリバリバリ、あの漫画みたいな感じね、それかなんかコナンがこうひらめいた時にピキンみたいなとかね、いろいろあると思いますけど、そういうようなものがそれぞれ皆さん形は違えどあると思いますんで、ね、それにたどり着こうと思うんじゃないけど、たどり着けたらいいですね。たどり着けると思います。小さいことやって、ね、そういうような思いを持って、毎日、まあ、生きていっていただければなと。まあ、座禅からいろいろ派生しましたけれども、そういったことをお伝えできればよかったかなと思います、ね、今日も本当にどうも、本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあこんなもんです。座禅会いろいろ違いますけど、私の座禅会と他のところで受ける座禅会っていうのは全然違うと思いますけど、僕がしたい座禅会っていうのはこういう感じです。呼吸なんですけど、はい、そのヨガの呼吸法とすごい似てる気がしたんですけど、なんか関係はありますか？その瞑想っていう考え方でね、捉えると、ヨガとかそういったものも瞑想の一つですよね、はい、起こりは同じなんですよ。起源は一緒なんですね。それがヨーロッパに行ってどうなったか、インドのヨガ、ヒンドゥー教とかね、はい、そういう宗教と絡みついてヨガっていう形になった。禅宗っていうのと絡みついて座禅になった。それだけの差です。起こりはもともと同じです。で、呼吸法、私ヨガやったことないんでヨガの呼吸法ってわからないんですけど、要するにヨガでもよく言いますよね、デトックス、ね、体の老廃物を全部外に出す。禅で言うとそのデトックスに当たることが呼吸なんですよ。人間普段生きてると吸った空気を全部吐き切ることって結構ないんですよね。走ってたらどうですか、もうぜいぜいハーハーなってきたらもう吸ってもうヒュッて吐くぐらい、ね、吸って吐き切るってなかなかしないんですよ。だからこう吸い込んだ息が体の中の悪いものを取っていって吐くときに一緒に吐き出す、そういうイメージで全部吐き切ることって人間ないんですね。だから禅宗の座禅ではそれをする。多分ヨガではヨガでもそういうやり方があると思いますけれど、中を着て全部きれいにする、空にするっていうような考え方。瞑想するってことは落ち着きを取らないといけないから、体の中から余計なものを全部出すと、そういうような考え方なんで、うん、細かく言えば座禅家って昔は口洗って、手洗って、顔洗ってで体を沐浴って言ってね、清めてから座禅をする。これはまあお釈迦様がそうされたんですけれども、そういうふうに全てを清めてからやる、その形から入るというようなことがありますから、
なんていうんですかね、デトックスっていうのは理にかなった言い方なんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。何かありましたね、何でも、はい、林さんがどこに行ったかわかんないですけどねB さん、はい、林さんって言いますか。林さんはこれのオフィスに。あ、本当ですか。じゃあちょっと終わりましたって言ってもらえます。なんか質問あれば、なんか感想でも結構です。何でも結構です。結構その睡眠障害があるんで、はい、結構そこそこちゃんと半日測ってるんですけど、はい、ちょっと本編これを参考にやってみて。そうですね。一回そういうふうに寝る前に呼吸を整えるだけでも結構です。なんかこう、まあ、当然薬なんで効果はあると思うんですよね。睡眠障害のある方が睡眠導入剤飲むとか、そういうのはやっぱりそれは薬の効能っていうのもありますし、それが体慣れてくるとやっぱりいくら、いや言われた通りやっても寝れねえぞって思うことあると思いますけれど、日々の積み重ねですから、寝る前に心を落ち着かせる。やっぱり寝るときちょっと落ち着かないですよね。睡眠障害だってあるから寝れるかな、寝れるかな、今日寝れないんじゃないかなとか思っちゃうと思うんですよ。そういう気持ちの焦りがあったらやっぱり寝にくいと思うんですよね。そういうのを忘れるっていう意味で、一つのこと心を落ち着けようと思って、まあ、最初は薬も飲まれてるんで飲んでいいと思いますよ。心を落ち着けようと思った上でそれを飲んで寝たら、ある意味焦りっていうのはないですよね。自分の中で寝れるかなって焦りはないですよね。そういう気持ちでやったり、寝れないので悶々としてる暇があったらジャムやるのがいいんじゃないかなっていう。そうですね、うん、まさにその通りです。僕の言いたいこともそうです。なんかこう何やるわけでもないけど悶々としてる時間っていうのはまさにそういうのを皆さんあると思うので、その時間に禅をするか、ね、はたまたなんかもっと禅に変わる何かそれぞれあるかもしれません。皆さんそのことをやればいい。無駄なものを削いでいくっていうのはそうですよね。なんかこの時間あったらできることあるよなって思うことっていっぱいあると思うんで、その感覚と一緒です。そういう感覚でやってもらえればと思います。はい、すいません、はい、すごく健康とかにもいいのかなと思って。ああ、健康にもそれはあのね、僕ねその医学的根拠とかいうのがわからないもんですからどうかとは言えないですけど、あの体は楽になりますし、私修行中大きな風邪とか病気したことないんですよ。修行中って冷暖房もないですし、日本はね四季もありますし、で京都なんか底冷え、夏場なんてのは蒸し暑い中、まあ、夏場ってこれしか着ないんですよ僕たちね、修行中って。あと寒着着てるかこれかしかないし、冬場もあのジーンズ生地みたいなね、木綿衣ってジーンズ、皆さんハゲが書かれてるジーンズ生地のやつだけで、1年目なんか中に何も着れないんですよ、これだけで。ちょっとあのなんていうんですか、ぬくい T シャツみたいなとかも1年目着れないんで、俺って外すしかないですね。1年目チェックされるんですよ、こうやってこうやってこうおいってやられて見られて、ああやってたらもうボコボコにされちゃうんですけどね。でもそんな格好してたら風邪ひくよなと思ったんですけど、修行中風邪ひかなかったんですよね。それで、で不思議なことに座禅やってると寒いと、ここあったかいところだとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、寒いところ行って座禅すると座禅してるときすごい体があったかいんですよ。分かる。今やっててすごく暑くなって、暑くなってきたでしょ。なんかね血が巡ってるのを感じるっていうんですかね。不思議なことで、特に京都の冬寒い禅堂の中最初入ってきて、うわ寒いなと思いながらやって座禅始まると気づいたらポカポカしてるんですよ。それで公安をもらいに、あの公安って禅問答しに行くんですけど、禅問答のところに正座になってこうやって待ち出した瞬間に、あ、すみません、すみませんってなるんですよね。なんか座禅してると、おそらくですけど血の巡りっていうのはすごいなんかこう活発になるっていうかね、呼吸をしっかりしてる、で呼吸をして全部吐き切ってるっていうのは何かしらかの影響があるんじゃないかなと思います。うん、体の細胞がこう、ね、なんかね、こうカッ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 なっていくような。で、座禅においてよく言われることがあるんですけれど、今はこうやって皆さんにこうしてください、ああしてくださいってよく私言ってますね。背筋伸ばしてください。でもある程度慣れてくるとその感覚なんてもうどうでもよくなって、どうでもいいっていうかもう当たり前になってるんで、その後の感覚としてはもう地べたと一体になってる感覚になるんですよ。
地べたと一体になってるから、もう気づいたらもう地べたと自分は一緒なんじゃないかって、何を考えるわけでもない、気づいたらもう背は伸びとるし、気づいたら雪はそうやってやっとるし、直される必要はない。でそういう言葉を示す言葉っていうのがあって、禅宗では独座大雄法って言葉があるんですけどね、一人座って大雄法、大きな英雄の雄に峰ですよね、独座大雄法って言うんですけれども、まるで山のようにどっしり座ってるっていう言い方するんですけど、なんか自分の神経が全部地面と一体となってるぐらいくっつける感覚、もうなんか自分が自分なのか、自分が地面なのか、地面が自分なのかわからない、そんな感覚になっているんですけど、そういう風になってくるんですね。それはそのなった時の感覚って どうですか。そのなってて、はい、心地がいいって感じなんですか。そうですね、なんか縛られるもんがないっていうような感じですかね。これもね、なってみないとわからないってから何とも言わないんですよ、本当に申し訳ないんですけれど、ただ私はこういうふうに見慣れている座禅っていうのを、要するに菊禅っていうんですけどね、菊禅っていうんですけど、要するに規則の中でガチガチやってるじゃん、騒動に行くとさっき言ったように異常なぐらいこうバカバカ叩かれたりね、私はこれあんまり好きじゃないです、よろしくないと思うんですけれども、まあ、それも一つの規律としてあってはいいかなと思うけど、やりすぎるぐらい、まあ、そういう禅があって、朝夜自分たちで座禅をする、自発的にやるっていう禅があるんですね。僕そっちが大好きだったんですよ、朝が。必要以上に叩かれるとかわけわかんなかったんですよね。起きてても連帯責任で叩かれる、邪魔しんでくれ俺の禅をと、修行邪魔せんでくれと思いますけど、そういうの座禅もあったんですよ。ただそういう中で、ああしんどいねだなって思いながら、ああ今日も一日終わったな、よし朝しようって思って朝してる時に、ふとそういう監督に僕は襲われたことが一回あるんですよね。普通に禅堂に座るわけじゃないんですよ。お堂の前の縁側、濡れ縁のところに自分でその座布団を持って行って、まあ、パーッと座るんですよね。こうやって今やってる通りに座るんですけど、その時にこうパッて見たら、私修行してたのが建仁寺っていう京都の祇園ね、繁華街のど真ん中にある修行道場ですよ。ちょっとね、耳澄ましたら向こうら辺でなんか三味線の音が聞こえてきたりね、酔っ払ってるサラリーマンさんの声とか聞こえてくるわけですよ。お前次はこれ行くぞみたいなこと言ってる声が聞こえてくるんですよ。ほんで向かいは焼肉屋なもんですから、焼肉のダクトから流れてくる煙がもうね、匂いを運んでくるわけですよね。うわ美味しそうな焼肉の匂いだなとか、最初のうちはそっちの方にすごい聞い取られてたんですよ。はぁ、あ、なんてとこいんやろ、こんなちょっと歩いたらこんな美味しいもんあるし楽しそうなとこいっぱいあるの、俺何やってんやろ毎日、草の抜き方で顔面蹴られたぞ今日とか思いながらね、修行やっとったんです。やったなって思ってたんです最初。でもそのヤザやってる時に、唯一僕結構座禅好きやったんですよね、そのヤザの時間が唯一ちょっとゆっくりできる時間やったんですよ。その時に上の人が来るまでだいたいちょっとね5分10分時間があるんですけど、パッと自分のとこついてパッて月見えたんですよね。で月見えてる時に、月やなと思って見てると、いつも聞こえてたそのサラリーマンさんの酔っ払った声だとか三味線の音だとか焼肉の匂いだとか、変わることなく毎日匂ってるはずなんですよね、毎日聞こえてるはずなんですよね、その時間帯実際な聞こえてるんですよ。その時僕全然聞こえなかったんですよ。ああ月綺麗だなって思う気持ちだけだったんですよ。一瞬ね、はっと思ったら、あれ今なんか音なかったな、鳴ってるよなって、それが最初、なんやろこれっていう感覚で思ったことだったんですね。なんも、あ、これが悟りかなんて、そんな思いませんよ、おこがましい。え、なんだろうなって思ったんです。なんでやと、鳴ってたよな今と。で、隣に同期のやつがいたんですけどね、僕の人もあるんです。ずっと鳴ってたよな、しもしも鳴ってたねって言ったら、ちょっと喋らんとって寝たいからとか言って、鳴ってたよなとか思って、最初の気づきってそんなんやったんです。鳴ってたよな。で、毎日毎日やっていく中で、まあ、仕事も覚えていき、嫌なこともありながらも、嫌だなって思う気持ちもありながらも、まあ座禅は好きやったんで、夜に朝は大好きやったんで、朝していくうちに気づいたら鳴ってる音がどん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 なくなっていったんですよ。で、すごい時間が経つのが早くなっていったんですよ。ちゃんと時間変わらないんですよ、毎回矢座っていうのは。建仁寺の場合は9時から始まって
10時半に一番上の人が上がって、で一番上の人が10本気に上がっていくんですね。で上からずっと上がってって20人ぐらいいたんで、だから僕はその後2時間半ぐらい座っとかないといけないから、あの新入りの差下がるとこがないので、12時とか1時とかになるんですよね。で上の人がたまにこうって寝てて10時半過ぎて11時ぐらいに起きてヒュッて帰り出したら、もうそっからカウントになるんで2時とか3時とかになることもあるんですよね。だから長くなることはあるけど短くなることはないんですよ。でもどその1ヶ月1ヶ月過ぎていきますけど、徐々に徐々に伸びたりする時間もすごい短い時間に考えられてくる。あれもうかみたいな、もう分かりだしたなみたいな、ガタガタって音するんで、あ、やばい。その時にも気づいたんです。その時に悟ったっていう言い方は僕ちょっとねおこがましでしたくない、気づいたんですよ。楽しいっていうのは集中してるんだなって思ったんですよ。楽しい時間は過ぎるのが早いっていうじゃないですか。楽しいから早いのかってずっと思ってたんですけど、あ、違うなと思って、集中してるんだな、楽しいことをするときって集中してるんだと、だから時間経つの早いんだと、なるほど、何当たり前のこと言ってんねんって思っても中にいると思いますけど、いやいや、さっきの20分すごい早く感じた、そういうことをね、だと思うんですよ、私は。なんか自分が楽しい趣味やってるときって、うわ、もう時間経ってもなって思うっていうのは集中してるからだと思うんですよね。で仕事においても、うわ、時間早いな、経つのって思ったら、なんかいろいろ忙しいことを集中してやってるときだと思うんですよ。パッて見たら、昼飯食ってね、3時だとかね、なるっていうのは楽しいからじゃない、集中してるから、ね、いろんなことにおいて時間が経つの早いわ早いわって、ほんまに自分の心の中で痛感してる時っていうのは集中してると。それを僕は修行中に一つ気づいたんですよね、体験したんですよね。ちょっといいですよね、はい、あの修行が好きになったから集中できたんですか、はい、それとも集中できるような、はい、あの力がついたんですか。私はそれに関して思うのは、修行において無駄を省いていったんじゃないかなと思うんです。修行中に上の人たちがそうやって、まあ、伝統的なもので殴ったりとかっていうのはすごいあるんですよ。早くしろって言って、口で言えば分かりますよ、早せって言われて、はいってやるもんですけど、早せプラス足がこう、手がドンとか、河原でガチンとか、チーターが出るとか、もう嫌で嫌で仕方なかった。なんでこんなことしたんですか。だからもう最初の半年は坊主なんてやめてやると思ったんですよ。これはちゃんと俺はやるって自分で決めたことやからやるけれども、坊主なんてやめてやると思ったんですよ。こんな奴らと一緒の世界で俺は息したくねえと思ったんですよ。でもやっていくうちに、ちょっと待てよと、こんな奴らごときに自分が発信してね、菩薩になろうと思ったことをおられていいのかな、俺って今何がしたいんかなと。やっぱりお坊さんになりたいんですよ。じゃあ先ほどおっしゃったことありますけど、あいつらにやられるのも耐えれるって思ったんです。自分がやるためだって。だから変にあいつらのために考えんでいいんやと、やるべきことやろうと、無駄なこと省いていこうと思ったら全てが楽しくなってきましたよね。こう吐いてる、ただの吐き掃除でちょっとね嫌なやつがこう集めてるところでダーってやったりするんですよ。わざとバーンってやったりとかして、なんて心狭いやつやと思いますけど、あ、綺麗にしないと何も起こる気なくなったんです。綺麗にしようしようと思って、ニコってこびへつらわけちゃいますよ。イラッとすることなくなったんですよ。なんか今までだったら唾、高橋中に唾ペーってかけられたらやろうと思ったことも、解散してなって、でも自分は修行修行って、修行しないとって思うと、どん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 楽しくなっていったんですよね。しんどいはずなんですよ、寝れないし、うん、飯は食いたくもない時に山ほど食わされて、食いたい時には食えないし、あのサレーって言ってお茶をね飲んで休憩する時間も、上の人たちは好きなもの食べるんですよ。余ったもんね、もう賞味期限切れたやつとか下に回ってくるんですよ。あ、もったいないからこれ全部食い上げろって食べてたんですよ。もう腐ったねものとか食べてたんですよ、平気で。水も飲めないわけですよね。普通にみんなお茶飲んでて、一番おいしいお茶とか冷たいお茶っていうのは上の人が先に飲むわけですよね。自分たちに回ってくるのは不要品しか回ってこないんですよね、うん、だからみんなが水飲めるところで蛇口とかでおいしそうに上の人がね嫌がらせのように飲んだりするんですよ。
でもそこで飲んだら言われるから僕トイレの水飲みましたよ。あのトイレにジャーって出てくるところの水、うん、飲みました。でも僕は最初はこういうことするこういう思いさせるやつって最悪だなと思ったんですよ。でも、まあ、最悪かもしれんけれどもこの人も同じことやられてきたんやなと。上に立てば全てその人がトップになるんですよ。修行道場っていうのはどんな人間であってもよっぽどのことしたら波紋ってありますよ、神官ってありますけど、そういうふうにこの人はできてしまったんだなと思ったんですよ。上に立ったら今までやられてきたことを下のやつにやれる、それだけでやってきたんですよ。悲しい人だなと思ったんですよ。怒りよりもなんかね、怒り通り越して悲しい人だなと思ったんです。これは僕の感覚でした。僕の同期もね同じ考えでした。腹立つよなって最初よく言ってたんです。で下の子入ってきたりとかして下の子とかも僕らも言わなきゃいけないことあるし言うし、で不条理に蹴られるところを見るけれども、あまりにもされたら僕たちがかばったりするけれども、下の子らも同じこと言ってましたよ最初。そうあいつあいつもういつか殺してやろうみたいなこと言うやつも、お前坊さんやから殺すなんて言ったらあかんあかんあかんっつって、あかんぞお前とか言って殺すとか言ったらあかんやんけ。でももしかしてですか、その気持ちを分からせるためにあえて、そうですそうです、そういう人もいました。それを気づいたのはそういうふうに思えたからなんです。でも結果僕がまだちゃんと見切れてないからかもしれないですけど、うん、ただ単に楽しんでやってる人もいたのは事実です。でも皆さんの世の中にもいませんか、そこまで極端な人いませんけれど、なんかあの何か正したいわけじゃなくって、この人を良くしたいってわけじゃなくって、あら探しする人っていますよね。います、いますよね、うん、みたいなとかね、なんかやってる時とかに、例えば幼稚園とかされてたらもしかしたらおられるかもしれないですけど、なんかこうコンセントとかがあるところをね、こう見て直すだけでもおられると思うんですよ。なんか字書いてるの見て、こいつ字下手だなみたいな感じ。こうやってする人ってそういう人と変わらないんですよね。でも嫌なやつだなと思うけれども、実際そういう人が目つくとこって確かに汚れてたり汚かったりするんですよね。やり方は嫌ですよ、心地いいもんじゃないですよ。だから僕は言うんですけどね、掃除しようやとか、掃除しやんわだって見てたらお前言うやつおるからって僕は言い方はこう。でもその人はそうやけれども、言ってることは同じですよね。でもそれ直していったらそういうことを言う人って減ってくるんですよ。で私の今言ったような嫌なタイプの人っていうのは次のアラを探し出すわけですよ。でもね、嫌ですよ、嫌ですけど、その人が言うことを全部どこがあかんのかなっていうことに対して、その人が言ってることの注意してる点だけ直していったら、どん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 自分ってね成長していくんですよね。悔しいけど腹立つけど腹立つけど、あのアラを探す人が黙った時って、アラを探す嫌なやつが黙った時っていうのはすごい自分が成長してるんですよ。そういう感覚ですよね、修行中の嫌な思いに耐えれたっていうのは。だから出てその人と会っても、僕ね出たら絶対どついてやろうとか最初思ってたんですよ。一坊主になったら関係ねえと、お前の寺と俺の寺で戦争だぐらいに思ってたんですよ。もうヤクザじゃないですけどね、お前の寺ぶつぶしてやるよみたいなね思いあったんですよ。さあってどうやって潰すかなみたいな思ってたんですけど、出てしまったら思わないですよね。会った時に話しちゃうんですよ自然と。あの時ねりょっさんにあれと疲れた、おっついたかったさみたいな、嫌な人にですよ、言いたかったのみたいな、言いたかったのって殴ったお前が分からないっておかしいじゃないですかとか言って、何も嫌味言うつもりもないですよ、なんか自然と喋れちゃうんですよ。それってなんでかなと思ったら、確かに嫌な人やったけど成長させてくれたんですよね自分を。こういう気持ちなのかなって、こういう気持ちを持てるようにまでなれたら、全員がなれたらね、争うことってないんかなって。そりゃ人間嫌いな人間とかいますよ、好きな人間好きなタイプっていうのと同じやし、やけれども認めるってことはできるんですよ。嫌なやつやけれども、でもすごいと、嫌なやつやけれども今の俺があるのはこいつのおかげでもあるんだな。
おかげさまなんだなと思える。こういう気持ちが難しいですよ、なかなか持つの、全員が持つっていうのは難しいかもしれない。でもそういう思いに共感できる人は日々そういう思いを持って生きていけば、周りの人にあなたの姿勢で示すことができる。仏教ってね、そういうのを分からせるためにいろんなね、なんか面白い言葉いっぱいあるんですよ。坊さんが考える言葉ってね、僕が好きな言葉で、あの咲いた花見てね喜ぶならば咲かした根っこの恩を知れって言葉があるんですよ、ね、まさにそうですよね。花きれいだなって思って、花きれいだなって思ってるけれども、根っこきれいだなって思った人っていないんですよね。でも根っこがあるから水吸い上げてくれて、葉っぱがあるから栄養を取ってくれて、きれいな花が咲くわけですよね。このきれいな花ができた、咲いたっていうのにはどういう苦労があったのかっていうことを知る、これが一番大事。それがいろんな、これは一つの言葉ですよ。で、明神寺のね、海山さんが言った言葉で同じ内容の言葉があるんですけれど、ちょっと難しい言葉ですけど、こうそのもとを務めよ、こうね、願い、こい願う、こうそのもとを務めよ、自分が今しようと思っていることの根本は何なのかっていうのを見続けなさい。これがまた一つ変わると、観客か客家証拠、足元を見ようってことです。あの足元寝踏みしろってことじゃないですよ。今自分はどこに立ってるんだろうっていうのを見なさい。わーっといろんなことやってる前ばっかり見てたら、ここは穴あっても気づかずボーンと落ちますよね。わーっとあとここに人いてても前にバーンと当たりますよね。足元しっかり、今自分はどこにいるんだろう、今の自分原点回帰なんて言葉もありますけど、自分の足元を見なさいよ。全く全部同じ言葉です。自己を見つめ直す、座禅するのもある意味それが一つなんですね。自己を見つめ直す、そういう思いを持って生きていく。それは利益を生むか生まんか、そんなもんでは測れないです。でも人と人とのつながりにおいてはすごい有益なことがいっぱい出てくると思いますね、うん、不思議でしたもん。僕も嫌なやつが、嫌なやつだったら一生嫌なやつだと思ってたんですけど、でもあの人いいんかったら今の俺はいないなと思えるんですよ、不思議と。自然に思えるんですか？うん、なんかね、あの僕自分のその、あのなんかカッコつけて言うわけじゃないですけれど、すごい短期だったんですよね、うん、すっごい修行行く前まで短期だったんですよ。すっごい腹立ちやすいやつで、特にマナー守らない人大嫌いだったんですよ。例えば車運転しててね、細い道ですよね、僕避けますよね。こう来たい人間が何も挨拶も会釈もせずにブッて言ったら、僕追っかけてドア開けてお前っていうような人間やったんですよ。問題になってるんですよ、問題になってるんですよ。なんで挨拶しないんだって僕絶対するんですよ。そういうことしてまた、ありがとうございます、それやったらあかんよって言われたことあったら、あ、すいませんでした。できないやつ大嫌いだったんですよ。居酒屋とかでもね、飲んでたりとかしたら、もう悪態つく客っているじゃないですか。もうすぐ僕もう瞬間湯沸かし器ティファールって言われてたんですよ。もうすぐ腹立って気づいたら手出てるとか、気づいたらもうボコボコしてるとかあったんですよ。ホストとかも大嫌いでしたね。チャラチャラ仕上がってってだけでボコボコしたこともありますよ。ふざけんなこいつって思ったこともあるし、そんなんやってましたけど、そういうのは全くなくなったんですよね。で、腹立つなと思って、この野郎と思うことがなくなったんですよ。腹立つけれども、この人知らないんだもんなって言われたことないんだもんな、かわいそうだなって思ったんですよ。知らんもん、多分親にも言われたことないんですよ。飯食う時にこうやって食う人いるじゃないですか、犬食いみたいに。あれ見てる方ってすごい嫌ですよね。例えば料理作る人からしたらすごい嫌だと思うんですよ。一生懸命作ってる人からしたら、こんな食い方されたらって思うことだと思うんですけれど、でもそれ食ってる時見てて僕思うのは、この人って今までこういうこと一回も注意されたことないんだろうなって、真剣に注意されたことないんだろうなって、そういうような考え方になるようになったんですよ。だから今までだったら多分犬食いしてるやつ見つけたら、お前育ちどんな育ちしとんねん言って、ちゃんと上やって言ってたと思うんですけど、あのさ、そういう食い方してたら美味しくないんちゃうか、
飯うまないやろって、はあ、みたいなのされて、やっぱうまいもんってこうやって背筋伸ばししっかり食った方がおいしいよって、くっちゃ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 言わさずに集中して食べたらおいしいって言って、まあ1回目で絶対聞かへんし何回も言い続けて、それで実際にそうやってうるさいな思いながら言ってるけど、俺こんなこと言われたことないなってそいつも気づいてくるんですよ。俺なんでこんなしつこく言われてんやろ、このハゲいつも言ってきよるな思ってたけど、でもなんでこんな言われなあかんねんこいつにって思ってたが、そいつがあ、でも俺こんな言ってもらったことない、しつこく言ってもらったことない、やってみようかな、今そう俺が言った人間すごい美味しそうに飯食うようになりました。え、なんかいいですか、なんか私先ほどお話しされてたその和尚さんっていうか、あの上の方がこう人の穴探しばっかりするっていうので、なんか私前なんですけど、その大学の上司で、はいはいはい、すごいそういう穴探しばっかりしてくる、なんか昨日話しておられましたね先生がいて、まあ、その方は実はなんか躁うつ病みたいな持ってて、はいはい、そういうことを上の人にされてて、躁うつ病になられて、そして復帰した後で同じことをこう下にもやってくるっていう方だったんですね。で周囲からは病気の人やからもう気にするなと、でもうできるだけ関わりを持つなっていうような感じのアドバイスをもらっていて、初めは私もこう向き合ってやってたんですけど、あまりなんかこうちょっと理解してもらえないっていう部分もあって、距離を置いた方がいいのかなっていうふうにはなって、でも今私がその方に会って同じようにこうあの時ちょっとこうだったですよねみたいな感じで笑ってお話できるかなって、あのね、うん、それは私の感覚ですけど、無理してできないこともやらなくていいんですよ、うん、自分のできる範囲のことをやるんですね、うん、その人に言われたことであったりしても、例えばここまでやればこの人は絶対満足するだろうってことがあったとしても、自分の努力ではできないことっていっぱいあるでしょ、うん、それを超えてしまうと自分が無理してるんで全くそういう心に余裕がないんですよ、うん、だから私もなんかこういろいろそういう人に対して言ったりするって言いますけど、俺この人にはちょっと俺の感覚ではついていけないなって時はどうするか、そういう感じですよね、だから時は僕正直に言うんですよ、相談される時とかもありますけど、いろいろそういうね、だいぶ病んでる人、わ俺これはちょっと僕の手には負えないなって思った時は、すいません私には分かりません、あなたのっていうのはこうこうこういうことで悩んでると思うけれども、これを話せないって言われたら僕には他の解決法が分かりません、僕以外の例えばね、お寺の禅宗のお坊さんに話聞きたいって言ってる人だったら他のお坊さんをいつも紹介するんですよ、こういうお坊さんいますか、ちょっとそこ行って電話します、無理はしない、だから自分がそうやって今そういう嫌な人がいた上でそういうね病気だと思ってもう聞かん方がいいよって言われてる中でも、でもここでも縁では私は向き合わないといけないなってことは向き合ったらいいと思うんですよ、でそれ以上のこと言われた時に正直に言ったいんですよ、すいません、あなたがおっしゃることのこうこうこういうことは私はできる範囲でやりましたけれども、あなたが求めることは申し訳ないけれども私にはできません、その理由は何でかって言ったら私が無理してるからです、やろうとかよしやるぞって思う気持ちでできる範囲を超えてるからです、できないんです、すいません、こういうふうに言うのも私一つだと思うんですよね、これはそういうもっと違う素晴らしい考え方があるかもしれないですけれど、できる限りの範囲のことで全てをやるってことが必要なんですよね、飛躍しちゃってやっちゃうことありますよね、いろいろできるんじゃないかと思って飛びついてやったらできないってこと、それが僕たち禅宗の中では知足、足るを知るって言葉なんですよ、今どれだけで満ち足りてる状態なのか、樽を知る、それは人生の経験においても人との付き合い方においてもすごい必要なもの、僕はそれが一番大事じゃないかな、そして樽を知る、その知った上で自分ができないってことは諦めるわけじゃないですよ、やっていくけれどもできないってことはすいません私できないと、まずましてや仲間がいるね、仕事やってるみんながいる、私これはできるんやけどこれできへんし誰かできへんかなと、誰かできる人おらんかなと素直に言う、
素直に言う、もう心の思うままに言う、うん、あの、めんどくさいからこいつやってねえんだなって、めんどくさいからこれ誰かやってって言ったら、その感情っていうのは絶対伝わるんですよ。これやったんやけど、これできへん、誰かこれ得意なやつやってくれって言って、ああやろやろやろなると思う、うん、修行道場っていうのはそういう極限の状態で、上からボコボコどつかれるような状態で、でもできないことがあるから、すいません、誰かやってもらえませんかって言ったら、ああもうそれはやっとくから、あっち行けあっち行けとか、なんかこうしんどいからやってもらおうと思った時、誰も助けてくれないんですよ。それはそういうことかなって僕は思うんですけどね。はい、ありがとうございます。はい、どうですかね。なんか林さんもいるとこに時間あるんで全然何もなんか仕事関係ないんであれば何でも聞きますよ。忘れてんじゃないですか、スタッフの人は。B さん、林さん呼んでもらいました。にゃん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 、すいません、ちょっと、まあ、あの、怒られないで、ね、聞いてはい、さあ、寝てます瞑想してる、ね、瞑想して、あ、いいことですね。瞑想してる。だから、なんか、まあ、何でもそうですけど、私が話していることが仏教で言うと、慈悲の心っていうのもそういうもんかもしれないですよね。うん、慈しむって心、そういうのは、仏さんしか持てないっていうふうに思われるかもしれないけど、あの、持とうと思えば持てると思うんですよ。絶対にあるんで、良心っていうかね、そういうのを日々大切にして。終わりました。あ、終わりました。はい、生きていっていただければと、それの助けができたらよかったなと思います。どうも本日ありがとうございました。ありがとうございました。痛いすいません。記念写真撮りましょうか。ああ、いいです。